はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。ロストヒーローズ2、それでは前回の続きからやっていきたいと思います。ルナ・トーパントを倒して、これからフートに突入するところですね。まあアクセルとライダー2号はやられちゃったみたいですけれども、とりあえずエターナルのいるフートを目指してこのまま行きましょう。よし、突入だ。おう、ヒーローたちはフートタワーに入ると階段を駆け上がり最上階の部屋を目指した。お、これは勝手に進んでくれっかな。フートのマップとかはなくて、う、あと少しだというのに。く、俺としたことが。だがその装置はもう使えない。ふん、手こずらせやがって。この程度なら計画に支障はない。なんだと？エターナル。おお、今頃来たか。手遅れだったな。ん？アクセル、2号、大丈夫か？構うな。俺たちは自力で何とかする。それより、この装置を。あ、あれだな。うわぁ。何装置これ。おお、やったぞ。これで貴様の計画は終わりだ。ふふふ、はははぁ。何がおかしい？だから手遅れだと言っているだろう。この装置、エクスピッカーにセットされた26本のメモリーの力は、欠片によって増幅され、死の光のエネルギーを生み出した。が、それはすでに巨大風車に蓄積されている。その装置は今や単なる発射装置に過ぎない。だが破壊した。もう発射はできねえだろう。発射できずとも直接、風車を風に、じゃなくて、風車を街に落とせば済むこと。キューブ内に死の光が溢れ、計画は完遂される。なんだって？待て、外へ出たのか？エターナル、こんなことをしてどうするつもりだ？このキューブの連中を全員俺たちと同じネバーに変貌させ配下に置く。そしてここを拠点に世界を我が物とするのだ。タワーが。ヒーローたちはどうしたんだ？く、これまでなのか。なんだ？俺おっかねえことは嫌だぞ。全員をネバーにする？世界を我が物にする？そんなこと俺たちが許すもんか。さあ、お前の罪を数えろ。今さら数えられるか。お、戦闘になりましたね。しかもボス、本物のボスっていうのもあれだけど、大ボスクラスの匂いがする。とりあえず強化はしときますか。長期戦になるとな、 SP が厳しくなるとあれだから、まあゼロナックルで一応ダブルアクションは打っとくか。くー、ナイフみたいなの持ってるのになんでわざわざ歯切ってきた。うん、こんな感じか。あとはいつも通りのちょっとパターンでいって、いてー、やばい。おお、やっぱ強いな。エターナルレクイエム。え、ない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 、ちょっと早い早い早い。あ、上昇効果を打ち消すのか。マジか。なかなか小尺なものを打ってきますね。これでどれくらいダメージが落ちるかだな。蹴り、いてー、いてー。1200か。でもそれなりに落ちたな。これトランザムを無効化されるとちょっと厳しいからな。一応まあカプルは打っとくか。ヒールレインでいけっかな。
ここは念には念を入れてリカバリーキットを1回使っちゃいましょう。蹴りいって、ヒットポイントが減ってくると多分またエネミーラッシュ使ってきますからね。こいつ最近のボスは積極的にエネミーラッシュを使ってくる。あと何個ある、リカバリーキット結構あるな。2個、3、1、2、3、4個か。ちょっともう一回使おう。よしよしよし、このパターンでいけばとりあえずは今のところかわされたあ、ハイパーバズーカ打ちたいんだ。ハイパーバズーカ、メテオ、うーん、2つは取っとくか。とりあえず今回で、あとは回復を切り替えるか。下がらない、ここ攻撃いけるな。よし、ちょっと一旦使っちゃおう。ライザーソード、ユニコーンコンボ、こいつはちょっと貯める。マキシマムコンボ、くらえくらえくらえ、いって、ディフェンスディフェンスディフェンスと、やばい、回復させるの忘れた。やばい、痛い痛い、くらえ、これがガンダムだ。よし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 、超いい、ナイスだ、ダブルオー。あと少しっちゃ少しだからな、ラッシュは使えないから。ハイパーバズーカ、ガルネートバスター使うか。いや、こっちの方がコストパフォーマンスがいいな。あれ、なんでこいつ超強くね全体攻撃のくせに。まあいいや。プリズムブレイクか。そうするとプリズムメモリブレイクだ、シマムドライブ、ミスなんてこった。ガルネイトバスター、見てー、うわー、集中攻撃、破壊する、でーす、そっちの絶望を押し付けられても困る。これで命中率が下がる意味がよくわからない。やっぱ使ってきたディフェンス、なんかガードできるものがあるかな。ディフェンスブロー、とりあえずちょっとクワンタが生きてれば多分なんとかなるから、一応ヒールレインを打っとくか。はいはい、いって、クリティカル食らった、いったーい、回復が間に合わない。ディフェンスディフェンスディフェンスで、この足の速いやつでリカバリーキットを使いましょう。エネミーラッシュ中だからあっちの方が速いかな。速いね、いて、やられた、うわー、甘い。もう一旦耐えればなんとかなるからな。大復活キットで回復させよう。耐えられるかな。うお、いてー、なに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 、レバーエンディングヘル、死にそうこれが回復しよう。ガンダムだ。これはこの戦いはどうする。
大復活キットで蘇らせるか。蘇らせよう。いけー、耐えろ、耐えた、頼む、やばい、もう一回攻撃してきた、死んだ。ガーン、なんてこった。よーし、ちょっとサクサクいきましょう、ここも。とりあえずなんかこいつ上昇無効使ってくるから攻撃あるのみで、命中率下げたいな。なんかカプルは打っといていい気がするけど、ちょっとあれか、もったいないな。やっぱ赤になってる時にカプルは打ちたいから、ウルトラゼロキックで、パニックになるわけねえしな、こいつ。ひるみか。破壊する。全然サクサクいってないし。うん、よくわかんないけど大丈夫でしょう。このまま行こう。まあ耐性がある可能性はありますからね。ただもうメテオでどんどん上げてヒーローラッシュを最後3ターン使って、めっちゃ下がったな。よしよしよし、エネミーラッシュを打たれる前に型をつけましょう。まだ大丈夫だな。ダブルアクション使おう。よしよしよし、リカバリーキット。 OKOK、 OK OK、バッチリバッチリ。もう一回だな、ちょっともう一回攻撃をして次にラッシュを放つ。これぞ完璧だ。ひるまねえかな。うわあ、タイミングが遅かった。とりあえずガードガードガード、アイテムリカバリーキット、いって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 、よし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 、ガードガードガード、リカバリーキットをもう使ってこう。どうせ攻撃されるんだから先に。痛い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 、はぶねえ。ガードガードガードで、ガードでいいでしょう。でこれで切れて、俺はそれでもダブルが連続行動できる。まだよし、ここでヒーローラッシュを叩き込む。回復はしない。いくぜ、モライザーソード使う。ユニコーンコンボ。お前はしょぼいからちょっと溜めてろ。でマキシマムドライブコンボ、どうだ、よし、どうだ、よし、2回いけるかな。よし、耐えろ耐えろ耐えろ、もう一ターン、ここで全てを決める。くらえくらえくらえ、よし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 、さようなら仮面ライダーエターナル。でもこいつ死なないみたいなことを言ってたかんな。仮面ライダーエターナル手に入れた。いやーちょっと苦戦しましたね。はあはあ、この程度では俺は倒せん。はあ、メモリーの数が違う、終わりだ。うわうお、めっちゃやられたし。エターナルマキシマムドライブ、なんかかっこいいことしてきたよ。
フートタワーが。見ろ、誰かが巻き込まれたぞ。落ちていく。あれは仮面ライダーだ。仮面ライダー、よし、仮面ライダー、仮面ライダー。これ何の叫びなの。仮面ライダー頑張れ、ライダー、仮面ライダー。仮面ライダー。なんでハテナがついてんの。おお、なんでライダーだけ応援してるんだよ。お前怪獣だろ。ウルトラマン応援しろよ。お、ウルトラ少年青久々に出てきたな。風だ、フートの風が俺たちに力を。僕たち。そう、人々の祈りが風となって仮面ライダーダブルに力を与えたのだ。グハー、これは、そうか、これが、そう、それが死だ、エターナル。久しぶりだな、死ぬのは。何、久しぶりとか。やったー、うおー、よっしゃー。やった、よっしゃー。あとはもう適当に叫んでくれ。やったな。ああ、かけらを早く。そうだったな。ヒーローたちは最上階の部屋へ戻った。装置を調べろ。お、シナンジュが出てきた。少し遅かったようだな。かけらは私がいただいていく。お、お前は。私の名はシナンジュ、ネオジオンの、いや、君たちの言う袖付きの集会だ。かけらをどうするつもりだ。いずれわかる。それまで君たちはヒーローとしてやるべきことをやればいい。なんだと。このかけらを奪いたければそれもいいだろう。なら今ここで。ふん、早い。ふん、どうした、わざと外しているのか。くっ、ピーピー、バックステーションからだ。大変、敵襲われ、敵、ビギナ、ギナがレタ、クハ、ビギナがどうした。円盤生物、このままかけらが、かけらはとにかく戻る、耐えてくれ。ふん、円盤生物とは、また会おう。待て、待つんだ。今はマックステーションが先決だ。ヒーローたちは拠点の光に状況を伝えつつマックステーションへ急いだ。拠点からはレオと F91 をすぐに向かわせるとのことだった。ふんふんふん、奪えるものは根こそぎ奪ったな。ブラック指令、くっ、この足さえ動けば。セブン、下がって、私だって戦えます。よし、円盤生物シルバーブルーメを、その生意気な女もやってしまえ。キュンキュンキュン。やれるものか。
ヒュンヒュンヒュン。うう、そうだ、触手で絡めて取り込んでしまえ。やめて、リギナ逃げるんだ。キャー、グハ、リギナ、わーはは、さあセブン、次はお前だ。これはセブン、大丈夫ですか。レオ、ブラック指令、ビギナギナは、ほう、ガンダムか、女ならシルバーブルーメの腹の中だ、ガッハッハ。え、食っちまったってことか。仮面ライダーまで現れおったか。ちょうどいい、シルバーブルーメの力試しだ、いけ。ヒュンヒュンヒュン、うわー、ダブル、くっ、うおー、チ円盤生物、でゃー、グハー、一気に畳みかけろ、シュパー、ガー、大丈夫かレオ。まあいい、かけらも手に入ったことだ。長いは無用、帰るぞシルバーブルーメ。待て、かけらを、シュバー、ガー、ブラック司令め、どこへ行くんです。やつを追うに決まっているだろう。やめてください、いくらなんでも無茶です。ビギナギナが飲み込まれてしまった、私の責任だ。ダメです、行かせません。話せ。あなたは死ぬ気なんでしょう。本気で彼女を救いたいならそんな無茶は間違っていると気づくはずだ。昔俺たちの基地が同じように襲われたとき、あなたが俺に言った言葉をそっくり返します。セブン、あなたの命はあなた一人のものじゃない。レオ、そうだな、お前の言う通りだ。俺はただ彼女を守れなかった責任を償おうと感情的になっていたのかもしれない。大丈夫、ビギナギナは生きています。何、本当か。感じるんです、彼女の命の鼓動を。感じると言ったって。わかった、信じよう、君がそう感じるのならきっと彼女は生きている。とは言ってもシルバーブルーメの行き先がわからないことには手を打つ手がない。方法はある。どうするんだい。僕のサイコミとレーダーの座標を重ねる。なるほど、それはいい考えだ。だがここのレーダーは破壊されてしまった。ならば拠点のレーダーを使おう。ヒーローたちとセブンは壊滅したマックステーションを放棄し拠点へと急いだ。マックステーションって敵に見つかってなかったんじゃないの。ブラック司令すげえな。拠点に着くと早速 F91 がレーダーを利用しビギナギナの捜索を始めた。どうだ、もう少し。あ、 F91 感じる、この辺りだ。 F91 はその座標を指し示した。何もない区域だぞ。でもここから感じるんだ、これはビギナギナに決まってる。ビギナギナはその場にとどまっているのか。ああ、動く気配はない。もしかしたらそこに敵の拠点あるいはキューブがあるのかもしれない。だとしたらブラック司令に奪われたかけらもそこに保管されているはずだ。だがそこへ行く方法がない。すまん、少し時間をくれ。光はデータベースの検索を始めた。一つ気になるのだが、なぜブラック司令はマックステーションの場所を。そうだそうだ、敵にバレるとしたらアストラに化けていたババルー星人ぐらいか。ということはブラック司令とババルー星人は組んでいるということか。仮にそうだとしても黒幕がいそうだな。これだ、何か方法が見つかったのか。ああ、過去の戦闘データで見つけたダークロプスゼロの動力源を利用しよう。ダークロプスゼロ。ああ、動力源はディメンションコアといって時空を超える力を持っている。利用できればその座標へ飛ぶことができるかもしれない。コロニーキューブへ行ってダークロプスゼロと戦った現場を捜索してくれ。了解した。どこだっけ。もう忘れた。あ、勝手に動くのかな。
どうしたんだ、レオゾリアーツ。結局、手に入ったスイッチは一つだけか。申し訳ございません。しかし、残り1個の所在は掴んでおります。ヒーローたちがマックステーションと呼ぶ基地に保管されていると。マックステーション？はい。マックステーションならつい先ほど壊滅したようだ。襲撃したのはブラック司令と名乗る男。おそらくヒーローたちが回収したものは欠片も含めて全て強奪されただろう。何？その男は今どこに？見当はついている。ならば私が必ずや取り戻して。今回は私も一緒に行く。何としてでも奪い返すのだ。はっ。準備ができ次第コロニーキューブへ向かってくれ。あ、やっぱ自分で向かうのね。何としてでもディメンジョンコアを手に入れ、ビギナギナを救出しよう。仮面ライダーアクセルのチップを手に入れました。ビギナギナのチップを入手しました。2号のチップを入手しました。お、とりあえず次のキューブを目指してディメンジョンコアを、まあ、探しに行くというところですね。じゃあ今回はこれで終了して、次回またやっていきたいと思います。